皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は A Walk in the River という曲を選ばせていただきました。理由はですね、風さんのインスタに上がってたこれこちらの曲がね、 Singing in the Rain ということでね、ちょっと似てるかなというそれだけの理由なんですけども、ちょっと風さんもう弾けてますね。これはクル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 ってやつね。この傘もう売り切れだそうですよ。すごいね。そしてね、この歌皆さん知ってます？映画の中でもね、こうやって踊りながら、ほんと風さんうまいんですよこれ。 Singing in the Rain、 私もね何回か見ましたけれども、のんなさんからこんなコメント来ました。こんなに元気ですよと連続で姿を見せてくれた風さん、可愛くて可愛くてのびのびとやらせてもらっていて安心と高校の恩師の森野先生がツイートされていましたね。まさしくそうですね。バタバタ音を立てて廊下を駆けてくる風さんの動画にスタッフの笑い声が入っていますね。温かい雰囲気がいっぱい、相変わらずみんなに愛されていますね。そして I'm singing in the rain と踊って、あれ普通の人では即興であそこまで表現できませんよねってね、本当その通り。その通りだと思いました。そしてこの歌ね、どんな感じの意味があるのかなとかね、背景をちょっと調べてみました。そしたらね、ちょっとね、興味深いことが書いてあったので、皆様にご紹介させていただきます。こちらのウェブサイトもリンク、概要欄につけておきますね。雨に歌えば、Singing in the Rain は MGM メトロ・ゴールドウィン・メイヤー社のハリウッド・レビュー、The Hollywood Review of 1929で使われ、その後 MGM のテーマソングと言うべき歌になりました。ハリウッド・レビューは当時 MGM に所属するスターたちの顔見せ映画で、この中で後にディズニーアニメピノキオでジムニー・クリケットの声優を務めたウクレレ・アイクことクリフ・エドワードが歌ってヒットしました。ハリウッドレビューが公開された1929年はアメリカでは大恐慌 The Great Depression の年で、この社会不安の時代を雨に例え、その中でも明るく困難に立ち向かおうという隠れたメッセージによって人々を勇気づける意味がありました。 MGM は家族で楽しめる良質な映画を提供することを目指した映画会社でしたので、この雨に歌えばを会社の精神として受け継いでいきました。いわば宮沢賢治の有名な雨にも負けずの精神性、決意が歌に込められたと言えますということでね、素晴らしいですね。まあ風さんはきっとね、傘があったからただ登っただけかもしれないんですけどもね、そこまで深く考えてないかもしれないけれども、ちょっと私これ聞いてね、この歌歌いたくなっちゃったんですけれども。ということで皆さん一緒に歌ってみませんか？私は歌いたくなっちゃいましたので、ちょっと歌いましたね。皆さんもよしよかったら一緒にどうぞ。いきますよ。1,2,3。トゥルルトゥ、トゥルトゥルルトゥ、トゥルトゥルルトゥ、トゥルトゥルルトゥ。I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above.The sun in my heart, and I'm ready for love. Let's stormy cloud chase everyone from the place. Come on with the rain. I will smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain.Just singing, singing in the rain. そしてこちらの日本語訳は、僕は雨の中で歌っている、僕は雨の中で歌っているだけでなんて素晴らしい気分、僕はまたハッピーなのさ、僕は雲なんて笑ってやる、お日様は僕のハートの中にある、そうさ僕は愛する準備ができてるよ、嵐の雲よ追いかけてみな、みんなそこから来たね、おいでよ雨と一緒に、
僕の顔って微笑んでるだろ。車線を歩くのさ。するとハッピーさが繰り返すんだ。ただ歌うんだ。雨の中で歌うんだ。という歌詞になります。素敵な歌ですね。そして昨日のこちらの動画に来たコメントを少しご紹介させていただきます。まずはアンジーさん。 What a wonderful news. I'm so very happy because finally got well and is back. I love the photos at the end of the video. People from all generations love him and this really warmed my heart. なんて素敵なニュースなの。風さんがやっと元気になってそして帰ってきてくれたなんてとっても嬉しいわ。そして動画の最後の写真素敵ね。いろんな世代の人たちが風さんを愛して私の心もとっても温かくなったわ。ということでね、ありがとうございます。 Thank you Angie for the nice comment. そしてね、ここにね、のんなさんとくろくろさんとね、なおこさんが英語で返信してくださいました。もうめっちゃ心強いです。ありがとうございます。そして星ふるふるさん。えみさんのこのチャンネル素敵な波動に満ちていますね。泣いて笑って喜んでとっても気持ちが現れるんです。きょうちゃんとおるおるさんにも泣かされました。もちろん感動の涙よかったですね。えみさんの母のような優しさやそして行動力が根底にあるからだと思います。いつもありがとうございます。ということでね、ありがとうございました。でもね、今日ね、朝起きたらね、にじこさんがライブ配信してて、私も参加したんですけれどもね、にじこさんがね、なんか誰かと話してて、風ファンの方たちは本当に才能の宝庫だねっていうことを話してたっていうことを言っててね、私思わずあのコメントでね、そうそう、まさに風ファンの方々は才能の宝庫ですよねってコメントしたんですけれどもね、私本当にね感動してるんですよ。皆様のお一人お一人の素晴らしい才能に、そしてまだまだね眠ってるものがたくさんあると思うんでね、もうどんどん出てくるのが楽しみです。そして7月23、24の言葉は Life is just a chair of bullies. 人生はただボールがたくさん乗っている椅子みたいなもんよ。ということでね、どういう意味でしょうこれね。いい意味だってことは分かりますね。まあいろんなことがあるけど大したことないっていうことでしょうかね。皆さんはどう思いますか。そしてね、7月23日はタンタンさんのお誕生日になります。ということで、いつものようにまずは風さんに歌っていただきます。そして風さんが歌い終わった歌から私も歌わせていただきますので、皆さんもよかったら一緒に歌ってお祝いしてくださいね。では風さん、よろしくお願いします。 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear Tan Tan San. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tan Tan San.Happy birthday to you. タンタンさん、お誕生日おめでとうございます。タンタンさんにとって素敵な一年になりますように。そしてね、朝起きたらタンタンさんからこんなメッセージが来てました。エミさん、こんばんは。風くん元気になってもうそれだけでギフトですね。日々の健康って本当にそれだけで幸せなことなんですね。エミさんと風くんにハッピーバースデーを歌っていただける日を楽しみにしておりました。7月23日は私の誕生日。多分人生の大きな岐路に立っていると思ってます。今までとは大きく違う人生になるかもしれません。悩み、不安、恐怖、いろんな気持ちに日々揺れる自分もいますが、
それでも前に進もうと思います。誕生日はレベルアップする日と考えて、さらなるレベルアップをできるように前進していきたいと思います。ということでね、まあ、素敵なメッセージをありがとうございました。楽しみですね。そして本日もクロクロ劇場をお届けしたいと思います。クロクロさん、毎日ありがとうございます。エミさん、エミちゃん、皆さん、心配かけてしもうたけど、祈ってもろうてわしは幸せです。皆さん、いてくれてありがとう。キラリ保育園園長室、園長先生、さっきから園の周りでカニじゃないわ、カメラを持った男がうろうろしているのよ。怪しいわ。エミ先生、行って名前を聞いてきてくださる？エミ先生、アライ。園長先生、アライさんって言うの？あの人。エミ先生、あ、いえ、オーライって言っただけですわ。園長先生、エミ先生、あなた発音が良すぎてわけわかんないわ。トントントン、園長室のドアのノックの音。そのカメラを持っている男が入ってくる。カメラ男、こんにちは、ペコリ。テレビの取材で園の周りを先に見てました。み、園長先生、ああ、新井さんね。カメラ男、いえ、宮地と申します、ペコ。エミ先生、あ、いけない、テレビ局からの電話のこと忘れてました。エリザベス宮地さんですよね、有名な。宮地さん、あら、有名だなんて照れる。園長先生、ま、エミ先生ったら、そんな大事なことを忘れるなんて。さっさ、クリオプトラさん、あちらへどうぞ。宮地さん、あら、私エリザベスです。園長先生、さっさ、テイラーさん、どうぞあちらへ。エミ先生、宮地さん、二人顔を見合わせて同時に、オーマイガー、園長先生もわけわかんなくなってますね。園長先生、人の話は聞かないタイプ。参照ヒートドキュメンタリー、真船さんと宮地さんの会話より抜粋ということでありましたね、これね。ありがとうございます。そしてナキさん、エミさん、風たみの皆さん、お元気ですか？暑いですね。今日朝から2件の外回り仕事、参った。東京の暑さって異常よね。やっと一息つけて、皆様のコメント見るのが楽しくて本当にありがとうございます。風ちんのミュージカル、笑った笑った、さすが風ちん。ここんとこ雨続きの日々にジン・ケリーの Singing in the Rain を持ってくる。ミュージカルに半生を捧げた身としては超嬉しかった。確かあれ、タップダンスを雨の中で踊るんだそうですよね。かっこいいですよね。風ちん、実作の振り付けで、まあよく雰囲気取られてるな。足のもつれはご愛嬌、みんなを笑わせようと頑張ってやってくれる。ほんと可愛くて可愛くて、どうする皆様。ところで、クロクロ先生、こんなのはいかがでしょうか。面白い小中学校の授業の一コマがありました。おばが回答を集めたものです。今日は国語の授業。エミ先生、さあ今日は打って変わってという言葉を使って文章を作りましょう。はい、できました。うちのお父さんは薬を打って変わってしまいました。エミ先生、てんてんてん。エミ先生、では年賀状に今日が新年と漢字を書いてみて。今日が新年。エミ先生、ではただならぬを使って文章を作って。例えばね、真夜中ただならぬ気配に目が覚めたとか。スイカもただならぬすまない。エミ先生、そりゃそうだけどね。エミ先生、消化の反対語は放火。点火です。この他、漢字の読み方で油断を油立ちと書いたり、千差万別の中に千兆万頭と書いたりだとかで、先生の職業も笑えることがあるもんですね。長々とすいませんでしたってね。ありがとうございます。いや、でも私笑えないかもしれない、はい。そしてね、先ほどのんなさんからこんなコメントが届きましたよ。レミさんがご紹介してくださった今日のカレンダーの言葉、クロクロさんへの表彰状ね、とコメントしたのです。そしてナッキーさん、クロクロさんのやりとり、そこに他の方も加わってのお話が続いて楽しく見ていました。
その中に一緒にコメントさせていただくとまた渋滞しそうなので、こちらに新たにエミさんにも聞いてほしくて。 Living without laughing isn't living. Be silly. Be honest. Be kind. 全部盛り込まれた皆さんの本音トークに感動です、ということでね、本当にそうですね、嬉しいです、ありがとうございます。そしてね、 Be silly といえばね、きょうちゃんからもこんなものが届きましたよ。お嫁ちゃんが笑える写真を送ってくれたんでシェアします。さあ本物のキウイはどれだって、こちらの写真を送ってもらったんだけども、私大爆笑ちょっとこれは傑作ですねありがとう、はい、そしてこちらはね、 SK 豊治さんから以前送られてきたね、エミさんへ、調布の神代植物公園のバラです、ガーデンのイメージでしたので送りました、ということでね、めっちゃ素敵ですよね。私ね、学生時代は三鷹に住んでいたんですけれども、調布にねおばが住んでいたんです。母のお母さんの妹さん、家族はねよく行ったんですけども、だから調布の高校がね、実はね調布北高校っていうところに行ったんですけれどもね、でここのね神代植物公園も近くてよく行きました。もう嬉しいです、懐かしかったです、ありがとうございます。そしてこちらはね、風さんのメッセージの時に知恵さんから送られてきたアジサイなんですけども、青いアジサイはハート型で見つけるとハッピーだそうです、ということでね、とっても素敵なので本日はこちらで終わりにしたいと思います。知恵さんありがとう、ということで皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a happy day everybody。 エミでした。ではまた。